覇者、ラオウの剣を受けよ。時は過ぎます。世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。世は再び暴力が支配する時代になっていた。失われた北斗の男ラオウ、その剣はあまりにも強く、その野望はあまりにも大きかった。北斗神拳の先代伝承者はそんな彼を伝承者から外した。世界が核の炎に包まれると、ラオウは北斗の掟を破り、剣を捨てずに行方をくらます。彼は世紀末覇者、剣王と名乗り、核によって荒廃した大地を恐怖で支配した。そして今、眼前にある水と食料に恵まれた村を制圧すべく軍を動かす。剣王の行進は誰にも止められない、たとえ神であっても。奴は北斗神拳1800年の暗殺者の掟など眼中になかった。この世に生を受けたからには、俺は全てをこの手に握る。第1位は失われた北斗の男。剣王恐怖の伝説は今より始まる。この世界は剣王様のものとなる。剣王様に忠誠を誓うのだ。待って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 
めてくれ。何でも仕返しますから。この毒の目に入って無事な奴はいねえ。バカ
っちに来るんじゃねえ。力ずくで通ろうってのか。死に果てい北斗無双ここでくたばりやがれ。いやだ、こっからが本番よ。貴様らは北斗七星の脇に輝く星を見たことがあるか。ゲスども、死ねえ。死に果てよ北斗無双派。貴様らは北斗七星の脇に輝く星を見たことがあるか。
せい、ゲスども。死ねー、死に当てよ。北斗無双派、貴様らの前にあるのは剣王による確実な死。Thank you.
なし。ゲスどもに用はない。勝てるわけがない。このままじゃ殺される。ゲスなやつWe'll be right back.
ラオウ、この場で俺が片付けてやろう。貴様は俺と戦う運命にあったらしい。よかろうか。どこからでもかかってくるがいい。と水長剣の神髄を教えてやろう。貴様はここで倒しておかねばならん。ほう、まだ虚しい戦いを挑む気か。黙れ。たとえこの身が砕かれようと。いや、なんと究極奥義、断固総裁剣。神はすでに貴様に死を与えていたのだ。Yeah!